どうぞ。ミキア先生、本日もお願いいたします。はい、お願いします。 YouTube チャンネル登録者様からのご質問です。はい。一重まぶたが流行る時代は来ますか、とご質問です。うん、はい、わかりました。一重まぶたが流行るかってことなんですけど、まあ結論から言うと、まあ、来る可能性は高いですね。まあいつ具体的に来るかっていうのはわからないんですけれど、まあ、10年後とか20年後とか30年後ぐらいに来るじゃないかなと思います。来ないかもわかんないですけど、ただまあいつかは来るかなと思います。で、まあ、厳密に言うと完全な一重まぶたっていうのじゃなくて、まあ、目を開けた状態で二重の幅が、ほとんど見えない、奥二重、まあ、パッと見は一重まぶたとそう変わらないんですけれど、まあ、奥二重ぐらいは流行るかなと思います。ちなみに完全な一重っていうのは奥二重みたいにどこでも折れてないので、あの厚い皮膚がかぶさってもう糸のような細い目になってる状態になりますね。で、奥二重になると、まあ、奥の方で皮膚は折れ曲がってるので、まあ、少し目の開きが良くなって、まあ、黒目がだいぶ見えるようになるということです。で、今の日本ではまあほとんどの人が一重より二重の方が良いっていうふうに考えてますね。まあ、一般的には一重より二重の方が可愛いとかイケメンっていうふうに考えています。まあ一部一重がいいとか一重が好きっていう人もいますが、大部分は二重がいいっていうふうになってるわけで、まあ、それなんでかっていうと、まあ、それなりに理由もあって、結局完全な一重まぶたっていうのはさっき言ったようにどこでも皮膚が折れてないので、まぶたの開きが悪くて目が糸のように細くなってるわけですよね。まあ、そうするとやっぱ目が細いんで睨んでるように見えたり、まあ、目つきが悪くなったように見えるわけだし、あるいは眠たそうに見えるっていう印象になることだってあるし、あと年取って目が開かない風に誰でもなるので、あの老けて見えるっていうのもあるわけです。なので二重とか奥二重の方がまぶたが開いて黒目がしっかり大きく出るので、まあ、睨んでたり眠たそうに見えたり老けて見られるっていうことが少ないので、まあ二重の方が良いってされるのはやっぱり当然なわけです。ただ昔の日本は二重が美人っていう概念はなかったんですよね。もともと日本人って大部分は一重まぶたなんですよね。まあだいたい7割とか8割ぐらいが一重じゃないかっていうデータがあるわけで、まあ平安時代とか室町時代のさ、屏風とか巻物とかに出てくる俗に言う美人って言われてる女性ってみんな一重まぶたで目が細いんですよね。あと江戸時代の浮世絵とかに出てくる女性もみんな目が細くて一重まぶたで、二重まぶたの女性ってほとんど見たことがないんですよね。大抵一重まぶたで目が細くて色が真っ白 でちょっとほっぺとかぽっちゃりしてる女性、ふくよかな女性、まあ、そういった女性が美人だっていう風な風潮だったわけですよね、ずっと。で、まあ、戦後に西洋の文化が入ってきて二重がいいっていう風潮になってきたわけですね。戦後、まあ、アメリカ人に占領されて、まあ、日本の中では、まあ、日本人より白人の方がかっこいいんだとか偉いんだみたいな風潮になってきてしまって、まあ、日本人もみんな白人の真似をするようになっていったわけですよね。洋服とかヘアスタイルもそうだし、あるいは美容整形で二重にする人っていうのも、まあ、戦後徐々に増えていったわけですね。まあ、戦前でも二重にする美容整形っていうのは一部記録には残ってるんですけど、まあ、ほとんどいなかったわけです。で、時代が経つにつれて、まあ、黒髪じゃなくて髪の毛染めて茶髪にしたり金髪にしたりっていう女性も徐々に増えていったわけです。で、まあ、高度経済成長からバブル期において美容整形もどんどん発達していって、増えていって、まあ二重にするっていう人がどんどん増えていったわけですね。あるいはその頃にアイプチとかアイテープっていうのもだんだん世の中に出てきて、まあ、二重にする女性っていうのは増えていったわけなんですが、
まあ、高度経済成長期とかバブル期の二重にする人って今の女性ほど二重の幅とか形にはほとんどこだわりってなくて、まあ普通に目閉じた状態で、まあ6ミリとか7ミリぐらいの一番自然で折れるところで二重作って自然な二重、目開けた状態で奥二重がほんのちょっと幅が見えるかっていうぐらいの二重を作るのが普通だったわけで、今の若い人みたいに二重の幅とか形に異様なこだわりがあるっていう人はほとんどいなかったわけですね。でその後、まあ今から25年ぐらい前ですかね、まあ女子高生ブームとか小ギャルブームとか出て、まあその後ギャルっていう種族が出てきたわけですよね。の渋谷にはびこるガングロギャルとかいろんな種族のギャルが出てきて、でその辺からなんですよ、やたらと日本人の女の子が二重の幅とか形にこだわるようになったのって。でギャルっていう種族ってとにかく目をでかく見せることに執念を燃やしてるわけですよね。まあ、整形にしろアイプチにせよ幅広平行型二重を作って、まあ、その幅広い二重のところのキャンパスにアイラインをがっつり引いて、まあ、つけまつげのがっつりしたやつとかまつエクとかしてカラコンつけて、あのとにかく目をでかく見せようっていう種族の人たちだったんですよ。まあ、今でもいるし その名残があるんですけれど、でなんででかめにして幅広平行二重にしようかせようとするかっていうと、その理由があって、デカめにすると言葉悪いんですけれど、元の顔が可愛くないブサイクな子でもなんとなく可愛く見えちゃうんですよね。で可愛いか可愛くないか、美人か美人じゃないかって一番大きな要素ってパーツの位置関係なんですよね。あの目が綺麗とか鼻が綺麗っていうのも大事なんだけれど、一番大事なのはパーツの位置関係なんですけれど、パーツの位置関係が悪いブサイクな顔でも無理やりデカ目を作って目をでかく見せるとパーツの位置関係がなんとなく良くなるんですよね。そうすると元の顔がすごく悪い人でもデカ目することによってなんとなく可愛く見えるっていうことを発見したんですよね、その時代のギャルたちっていうのは。でその後もデカめ文化っていうのはずっと続いてて、まあ、今だともうプリクラとかスマホの加工アプリとかそういう画像でもやたら目をでかくすることにこだわりがあるっていうぐらいになってるわけですね。でもまあ本当に可愛い子っていうのはデカめメイクとかやんなくてもパーツの位置関係が良ければ、あの一重まぶたとか奥二重とかね、狭い二重でも可愛いし、無理してデカめメイクとかギャルメイクとかしない方がいいわけですよね。黒目がしっかり出てれば二重の幅ほとんど見えてなくてもやっぱり美人は美人、可愛い子は可愛いわけで、まあ、むしろメイクしないでなるべく元の素材を出した方がいいわけで、まあ、そのよく僕イチゴに例えるんだけれど、本当に美味しいイチゴって別に練乳かけたりとか砂糖かけなくてもそのまま食べるのが一番美味しいじゃないですか。余分な味が入らなくて本来のイチゴの甘さが味わえて、でも酸っぱくてあんまり美味しくないあのイチゴって砂糖とかってかけて牛乳とか練乳かけて潰して甘みを出して食べると美味しいわけであって、ギャルっていうのもまあどっちかっていうと酸っぱくてあんまり美味しくないイチゴなんですよ。なのでいっぱいトッピングして無理やり可愛く見せてるんだけれど、本当に可愛い子は本当に美味しいイチゴと一緒であんまりメイクで盛ったりとかしないで必要最小限のメイクでやるべきなので、その辺をねちょっと勘違いしてる女子もあのいるんですけれどね。でまあということで今の時代の女の子たちって二重の幅を見せることとか二重の形とかに異様なこだわり持ってて、そのアイライン引いても二重の幅がちゃんと見えるように奥二重っていう風に見えないようにとか、グッと目力入れて睨んでもまだ二重の幅が見えるようにって、二重の幅をね見せることに異様なこだわりがあるんですけれど、まあ、本当はそれは違うんですよね。ギャル文化からちょっと異常な文化に今なってるわけであって、
まあ、なんでそんなにこだわるかっていうと、まあ、結局メディアに洗脳されてるからなんですよね。そのデカメ産業ってあるわけですよね。美容産業の複合体の中にデカメ産業ってあって、まあギャルモデルとかが所属してるギャル雑誌とかもそうだし、アイプチとかアイテープとかカラコンとか松エクとかそういうのを売ってる会社も全部そうですし、あとコスメとかファッション雑誌とかね、そういうのも全部あのデカメ産業で、それによって産業が成り立ってて、でそれを売ってお金儲けするためには世の中の女子たちをデカメこそが正義だっていうふうに洗脳する必要があるので、なので世の中の女の子たちは、まあ、特にギャルって呼ばれてる人たちは洗脳されてて、まあ、とにかく目をでかく見せようとしてるんですけれど、実はそういう子たちがやるデカメとか幅広二重とかってすごく不自然で変な目なんですよね、実は。ただそんな不自然な目でも見慣れると自然に感じるんですよね、人間って。まあ、流行ってそういうもんで、すごくダサくて不自然で変なものでも、それが世の中で流行ってみんながそうなってそれに見慣れてくると不自然じゃ感じなくなってくるわけで、まあ実は今みんながやってるデカメとかやたらあの二重を見せること、幅を見せることをこだわってるのは不自然な目なんですよ。今だけ流行ってるわけで、例えばバブルの時代の女の子たちとか見てもみんな眉毛がすごく濃くてトサカみたいな頭してて、ワンレンボディコンとかでいたわけですよ、最先端の一番イケてるっていう女の子たちは。でも今最先端のイケてる女の子たちがそのバブルの時代のイケてる女の子を見るとすっごいダサいって思うじゃないですか。当然今の一番イケてるギャルたちのデカメとかを当時のバブルの子たちがもし見ると、わなんてこれダサいの気持ち悪いって言うし、まあ、30年後とかで一番流行ってるイケてる女の子たちが今のギャルたちを見ても、何これ気持ち悪い、こんなダサいのが昔流行ったのっていうことになるわけですよね。まあ、そういう感じで流行ってどんどん変わっていくわけで、で今はどっちかっていうと二重の幅をちゃんと見せるっていう二重が女の子たちの中では流行ってしまっているわけですよね。本当は二重の幅をそんなに見せることってこだわらなくていいはずで、いつの時代でも美人だって言われてる昔の女優さんっているじゃないですか。その昔 の夏目雅子さんとか吉永小百合さんとか見ても別に全然みんな二重の幅って広くないんですよね。ほとんど奥二重の人とかが多いんですけれど、でもですね、今ね韓国だと一重まぶたが流行りつつあるんですよ。一部では流行ってて、例えばその男性の K-POP アイドルとか見るとほとんど全員ね一重とか奥二重なんですよ。 BTS とかのメンバーとか見ても二重の幅ほとんどないんですよね。一重か奥二重で、でそういう目にメイクでアイラインとかで切れ長メイクをしてエキゾチックな雰囲気を出してるんですね。で同じく女性も K-POP アイドルとか見てると日本の女性ほど二重の幅がね広くないんですよ。ほとんど奥二重ぐらいの人も多くて、そういう人たちもアイラインとかメイクで切れ長のちょっとアジアンティックなエキゾチックな目を作ってるわけですよね。そうするとそれを見た女子たちもそれがイケてるって思って、まあ、そういう目を目指すっていう人たちも最近増えてきたんですよ、韓国でも日本でも。でなんで韓国はそうやって一重とか奥二重のアイドルとかが多いかっていうと、それはね韓国の K-POP ってもともとねあれなんですよね、国策で世界に進出させようとしてるわけなので、まあ、世界標準にしようとしてるわけですよ。ヨーロッパとかアメリカでも K-POP アイドル売っていって、K-POP アイドルがビルボードに載ったりとかするわけであって、で欧米で売るためには別に二重である必要ってなくて、むしろアジア人のエキゾチックな雰囲気を出した方がウケるわけですよね。なのであえて幅広い二重とかにしなくて一重とか奥二重のままで
切れ長のアジアンテイストの顔で売り出してて、それが人気が出てるっていうことが起きてるわけなんです。で逆に日本のモデル、ギャルモデルとかで二重の幅ある人って世界に売ってるんじゃなくて日本国内だけで売ってるわけですよね。だから日本国内では二重の幅を見せるっていうことにようなこだわりが今あるわけなんですが、そもそもアメリカとかヨーロッパとかね、欧米でだと一重まぶたの日本人が整形手術で二重にするっていうこと自体が信じられないし考えられないんですよ実は。あと黒髪の綺麗な女性がわざわざ茶髪とか金髪に染めるっていうのももう信じられないって言って口を揃えてね、なんで君たちアジア人綺麗な魅力的なあの切れ長の目なのにわざわざ二重にするの、なんで綺麗な黒髪なのにわざわざ金髪にするの、それは君たちのすごくいい個性なんだからそのままにすればいいじゃないかって、なんでわざわざそんなことするんだってね、みんなね実は不思議があるわけなんですよね。まあ結構欧米っていうのはそれぞれの個性を重視するんで、わざわざ綺麗なアジア人の綺麗な人へ、切れ長の奥二重とかを二重にするっていうこと自体がね信じられないわけであって、まあそういうこともあるので、もし今後一重が日本でブームが来るんだったら、まあ韓国とかあるいは中国とか日本が世界に向けてアジアの、 あの芸能を売り出そうとして、その BTS みたいに一重まぶたや奥二重の切れ長の魅力のある目が、世界の主流になっていってね、アジア人のとしての主流になっていって、それが日本に逆輸入された時に、あ、イケてるかっこいい世界でも人気の何々グループだってなって、それで一重が流行るっていうことはありえるかなって思いますよね。そうなったらやっぱり今の美容産業もこぞってそれを持ち上げるので、今世界で流行ってるのはアジア人特有の切れ長の奥二重ですってなって、でそれ相応のメイクとか、もう流行っていて、ファッション雑誌もそっちを追いかけるようになると、今度は日本の女性たちはそれに洗脳されて奥二重とか切れ長の一重こそが一番可愛いんだっていう風潮になって流行るってことはありえますわね。はい。まあそれ以外にもいろんな要素によって一重が今後流行るってことはありえますけれどね。はい。まあそんなところです。なのでまあいつか一重のブームが来るかもわからないですね。はい。じゃあ以上です。じゃあ先生、質問なんですけれども。天然の二重まぶたの人が一重まぶたに整形することはできますか？それこの間もう動画で話したからそれ見てもういい。はい、はい、ありがとうございます、はいはい。